そびえ立ってるのはわかるじゃねえ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。アキト、電話の音が聞こえないか。食べ、慌てずに食べな。儀式は進んでいるようだな。だが手に入れた木札の力で鳥居の場所が分かるようになったはずだ。先に進んでくれ。すると休憩、エリカのことありがとう。気にするな、汚れ仕事は慣れてる。本当なら手遅れになる前に心を決めておくべきだったんだ。まだですよ、まだ終わってません。今は僕たちが新しいチームです。アキトの言う通りだ。本番はこれからだ。だろ？ああ、ありがとう。よし、行くぜ、相棒。うん。お前がいて助かったよ。何が？お前みたいに素直な奴は仲間の中にはいなかったからな。言いたいことはなんとなくわかるよ。化け物退治に慣れてきたな。
がみなぎってるな。その状態なら新しい技を習得できるはずだ。するぞ。これで霧は晴れた。次に行こう。よし、また強くなったな。どこかに上に行く方法があるはずだ。周囲を調べてみろ。巨人が塔を守っているみたいだ。ああ、厄介だぜ。
少しずつだが近づいてる。うん、こうやって行くしかないね。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったぜ。
けるしかもんじゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き離されるだけだ。じゃあどうすればいいんだよ。簡単だ。思いっきり突っ込むんだよ。案内する。行くぞ。これで終わりかな。突っ込むって大丈夫なの？前に凛子たちが霧を突破する方法を考えていた。それにかけてみるんだよ。出番だな。
いい動きだったぞ。あそこだ。奥に行ってくれ。おっと、出てきやがったか。こんな時に電源を復旧できるかな。電源ならあのライトが転がっているようになる。停止してみろ。何か分かるかもしれない。
って。なんだ？汚れが悪さしてやがったのか。その部屋だ。取ってみろ。リンクが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ。今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の交流だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。知らないってどうにもならないじゃないか。電話だぜ。またどこかの世話焼きかもな。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声、エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交流がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど KK、 どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。冥界の交流はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。
この辺りだと三田家不動産ビルがいいかもな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は一週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。